はい、どうもまさきです。今日はこのスウェーデンの、トランギアっていうメーカーがあるんですけども、そこが出してる、ミニトランギアっていう商品をちょっとレビューして、実際に焼肉丼作って、使っていきたいと思います。はい、取り出した中身は、こんな風になってます。蓋が結構しっかり閉まってた。よっ、結構力入れてやらんと開かない感じですね。はい、セット内容なんですけども、B25 の、トランギアのアルコールバーナーがセットになってます。これが蓋を開けて、ここにアルコールを入れて、火をつけて燃焼させる形です。で、これが蓋になって、火力の調整ができるようになってます。これを閉じて弱火にしたり強火にしたりしたりすることができます。火を消す時もこうですね、蓋をして、火を消します。はい、次がこのミニコッヘルですね。これが、アルミのムクになってて、水を満タンに入れた800ミリ入るような形になってます。これでご飯炊いたり、ラーメン炊いたりとかできます。はい、はい、次が、この蓋になってた、アルミの、フライパンになる部分ですね。これが、専用のこのハンドルがついてて、このハンドルもちょっと R がついてるんで、結構がっちり持てるようになってて使い勝手が良さそうです。はい、最後にこのアルミの専用ごとくですね。これが結構このさっき紹介したアルコールバーナーがしっかり収まるように設計されてます。で、これの、このコッヘルですね、コッヘルのこの円形の部分にきっちり爪が噛み込むようになって、ずれないようにしっかりできてます。じゃあ実際に、炊飯の方をやっていきたいと思います。はい、米を1合入れます。次に、水を 220ml 入れます。はい、水を入れたら、30分吸水させます。はい、では、30分経ったんでちょっと炊飯していきたいと思います。トランギアの、アルコール入れですね。これにアルコールを入れます。はい、アルコールを入れたらセットします。はい、火をつけたら、コッヘルを置いて強火で沸騰するまで、炊いていきます。はい、グツグツ沸いて、ちょっといい匂いがしてきたんで、ちょっとここから弱火にします。
はい、弱火にしたら10分炊きます。はい、10分経ったら、火から外します。よいしょ。はい、火から外して次は10分間蒸らします。はい、蒸らしが完成したんで、蓋を開けて、よいしょ。ご飯をほぐしておきます。ほぐすことでご飯がふっくらなります。はい、じゃあご飯が冷めないうちにお肉の方を焼いていきたいと思います。焼き肉のタレをかけます。で、温泉卵、はい、完成です。はい、じゃーん、焼肉丼完成です。では早速食べていきたいと思います。うまっ。めちゃめちゃうまい。
はい、あっという間に完食です。あ、ごちそうさま。はい、というわけで、今日はミニトランギアの紹介と、焼肉丼作ってみました。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。まさきでした。さよなら。